今回はこちら手乗りフレンズを購入したので開封していきたいと思います。なかなかねチンチラを置いてるところがなかったんですよね。この手乗りフレンズなんですけど、キャラクターがこれだけいるんですけれども、この箱の中に何が入っているかがここに書いてあってわかるんですよ。この箱にも大きくチンチラの写真があるのでわかるんですけれども、今回のこの手乗りフレンズ5なんですけど、この中にはチンチラが1体しか入っていないんですね。まあその他にもいろいろなキャラクターがいるんですけど、チンチラは1体だけで、手乗りフレンズ自体は結構置いてるところ多かったんですけど、チンチラを探すことが困難でした。で、最後の1店舗だけ箱で売っているところがあったんですけれども、お店の方のご好意で箱を開けてくれたんですね。で、チンチラをなんとかゲットすることができました。ちなみに箱買いするとこの中に入っているキャラクター全て入っているので全種類揃えることができます。じゃあ早速開けていきましょう。ここに書いてあるんですけど、ほぼ実寸大と同じ大きさみたいです。さあ開けてみますか。なかなか箱で買えるものってないですよね。おお、本当だ、結構大きい。あれ、しかも何か食べ物が入ってる。これチューインガムも入ってました。結構大きいね。はい、こちらが今回入っていたチンチラです。手乗りフレンズだから、まあこうやって手に乗せてもちょうどいいサイズこれもスタンダードグレーかバイオレットっていうところだけど、バイオレットに似てますね。もうほぼプーちゃんと同じ色なので、まあバイオレットっていうことにしておきましょう。ただね、このチンチラちょっと残念なところがあって、なんで鼻周りが白いんだろうプーちゃん見てもわかる通り鼻の周り白くないんですよね。これがちょっと残念なところですね。お腹周りはね白いんだけどね。もうプーちゃんそっくりだね。こんな感じか。同じ角度この鼻周りも同じくバイオレットだったら完璧なチンチラでしたね。その他はかなりクオリティ高くて、後ろ姿なんかもねチンチラそっくりですね。耳の部分もねよく再現されてますね。今すごいポージング似てたね、プーちゃん。そっくりだったね。おーおーおー、アップ立ち姿は本当にそっくり。よくできてるよね。というわけで今回は手乗りフレンズのチンチラを開封してみました。本当びっくりするぐらいプーちゃんと立ち姿が似てましたね。プーちゃんあんまり気にしないんだね。プーちゃん気になった。近いと気になる